ただいまより船橋ビレッジ11階の内覧動画を撮影したいと思います。まずこちら玄関でございます。はい、ですぐ左側入りますと、こちらが LD 約11.9畳でございます。はい、とても日当たりが良好でございます。南向きです。こちらがキッチンになります。キッチンの方は、食洗機はついておりません。浄水器もついてないんです。そして、こちらは洗面室にも向けられる 2way 方式になっております。はい、でこちらが洗面室の洗濯機置き場で、すぐこちらに洗面化粧台がございますね。はい、でこちらは浴室になります。浴室の大きさは普通の大きさ、ちょっと狭めかもしれません。で、こちらから廊下にも抜けられます。ドアが2つついております。はい、で続いてトイレがこちらの方にございます。新品なので綺麗です。続いてこちら洋室、玄関入って右側の洋室 5.4 畳の窓でございます。収納スペースはちゃんとあります。こちらは窓もついております。続きまして、こちらが約10畳の洋室ということです。はい、収納スペースもたっぷりあります。でこちらにはもう一つのバルコニーが、北側にバルコニーついておりまして、眺望は良好でございます。で最後に、LD の方の、メインバルコニーといいますか、南側のバルコニーの方に向きます。はい、こちらの方は日当たりが良好でございます。はい、そして眺望も特に遮断物はないので、眺望も良好でございます。こちらの物件は何といっても、最上階ということと、2面バルコニー、そして、リフォーム物件というのが特徴だと思います。あとは、塚田駅徒歩4分という立地ということでもあります。以上です。内覧動画は終了したいと思います。ありがとうございました。